アイバニーズですね、日本のブランドです。日本のですね、愛知県の瀬戸市というところでずっと、作られていたんですけども、この、アイバニーズ、当時はイバニーズっていうふうに呼ばれてましたけども、このアイバニーズのロードスターベースというですね、ベース、これがですね、実は、おそらくこれと同じルックスのものっていうのは、世界に2本しかないんじゃないかなと。1本はもちろんフィルが使ってるもので、もう1本はこの僕が持ってるものです。これ自体は特注品でもなく普通にカタログに載っていたものなんですけれども、当時イバニーズっていうのは輸出用ブランドみたいな感じで、国内であんまり流通してなくて、国内のものっていうのは、逆輸入的な形で入ってきたりしていたんですが、80年ぐらい、79年か80年ぐらいから国内でも流通するようになって、それはポリスがデビューして、スティングが、アイバニーズのフレットレスベースを、ずっと使っていたりとか、あと非常にその名だたるミュージシャンが、ベースギターをいろいろこう使っていて、シグネチャーモデルが出てきた時だったんですね。キスのポール・スタンレーとか、あとジョージ・ベンソンとかパット・メセニーとか、ジョーパスとかですね、それこそジャズからロックまで非常に幅広いジャンルの人たちが、エンドーザーになっていたわけなんです。で、この、ロードスターベースというのは、カタログにも載っていたんですが、当時これは、定価9万円のモデルでした。で、ピックガードとかはついてなくて、素の状態だったんですけども、それをですね、フィルが、どういういきさつかは知らないんですけども、そこにオリジナルで、この全く僕のと、俺と全く同じ形の、ミラーのピックガードをつけて、色はこのアンティークバイオリンフィニッシュっていうやつなんですけども、この、ここが、僕のは黒ですけども、彼のはミラーって、そこだけの違いのベースなんですね。あと、細かいことで言うと、このペグとかも、フィルのやつはもうちょっとこう、がっしりした、タイプのものに、が付けられてるんですけども、僕のはこれは市販されているものなんです。で、これがですね、大学2年の時に、そのサークルの同じくベーシストがですね、ベースを買うっていうことになって、何がいいかなって相談を受けた時に、これ絶対買えとで、もう根拠もなくですね、これ絶対いいから買えっつってですね、で、その彼が使ってた、彼もプレシジョンベース使ってて ESP のやつ使ったんですけども、それがこれと同じような色のプレシジョンベースだったんですね。で、同じような色だからいいじゃないみたいなことでですね、で、そいつは僕より結構体も大きかったんで、絶対お前似合うよとかつって、で、その僕がプレベ買ったショップのマスターにお願いして、それを取り寄せてもらってですね、本来そのアメリカに輸出する用のやつを一本日本に回してもらった、日本というか、こっちに回してもらったんですよ。で、このベースがですね、その非常に実はプレシジョンベースより一回りちょっとボディが若干っていうか、結構ね、もう後ろの方とかこう大きいんですね、輪郭が。で、ネックもちょっと太くて、結構日本人の体型にはちょっとがっしりしすぎてる印象があるんです。実際重たいんですよ。で、音的には、これピックアップ1個なんですけども、ワンボリューム、そして、イコライザーがついていて、ちょっとガリってますけど、ベースとですね、トレブルの、2バンドイコライザーなんです。で、これしばらくぶりにクローゼットから出したんで、結構、ポッドがですねガリってますけども、音はですねこんな感じの、そのアンプが中に入ってるんで、プリアンプが、で、ベースをブーストさせるとこういうブッブッブッっていう
っていう感じで、でトレブルをですねこうブーストさせると非常にちょっと攻撃的な、いろんな音が出るんですけれども、こういう、感じだったりとか、まあ非常にユニークな音が出ます。でこのベースっていうのが、シンディジーのですね、ブラックローズアルバムの次に出た、チャイナタウンというアルバムはフィルはこれを使って結構レコーディングをしていまして、で全くですね同じ音が、レコードから聞くことができます、っていうやつとかっていうやつとかですね、ぜひ聞いてみてください。これと同じ音がします。でおそらくですねこれは多分世界中にもそんなにその本数自体が出てないみたいなんですね。でただプロミュージシャンでこれを使ってる人って結構多くて、ね、アルフォンソ・ジョンソンとかですね、それから、ホワイトスネークとかブラックサバスとか、つい最近ではマイケル・シェンカーとも一緒にやってるニール・マーレーという、ベーシストが、これを使ってたりとか、してました。でやっぱりちょっと重たいんで、僕もライブではね3回ぐらいしか実は使ったことないんですけども、スタジオでは結構重宝してましたね。とにかくこのベース、これフィル・ライノットでウィキペディアをですね出すと、その、ページのとこの写真のところも、彼はこのベースをこう弾いている写真が使われていたりしますんで、よかったらそれも見てみてください。